ジータとベジット、果たしてどちらが強いのかな。よっしゃー、なるほど、フュージョンした俺たちの姿というわけか。もう一度だ、とことんまでやり合おうぜ。ゴジータウィン。いやあ、聞いた聞いた、すげえ気持ちよかったぜ。ゴジータとベジット、俺たちが組むなんて相手が気の毒なことをしちまったかな。海王神様の言う通り、ホタラの効果はフュージョン以上だ。ベジータウィン。ふん、すまねえな、ガラ空きだったもんでよ。知ってるだろう、俺は手加減ができないんだ。ベジータウィン。ホタラとフュージョン、どっちが優れているのか、この後で戦って決めようぜ。パワーだ、我がその醜さは見るに耐えん。神に挑むとは不届き者め。ゴクーブラックウィン。スーパーサイヤ人4、まるで獣だな。たとえあの力を得たとしても、とても変身する気にはなれん。俺は孫悟空でもベジータでもない、俺は貴様を倒す者だ。フューチャン。はっ。へへへ、いっちょ行くぜ。もう一度だ、とことんまでやり合おうぜ。ゴジータウィン。ゴジータとベジット、俺たちが組むなんて相手が気の毒なことをしちまったかな。嬉しいぜ、心置きなく全力が出せそうだ。まずは俺の一勝だ。さあ、第2ラウンドと行こうぜ。ゴジータウィン。ちょっと待った、そろそろフュージョンが溶けちまう。まあ気を落とすなよ、俺を相手によくやった方だぜ。勝負あったな。ゴジータウィン。なあ、今度はここんとこに頼むぜ。俺肩こりがひどくてよ。へへ、良い方の俺もやるじゃないか。どうせならあいつとも勝負してみたいもんだ。しつこいやつだな。だがどうあがいても無駄だ。まずは俺、スーパーサイヤ人ブルーとスーパーサイヤ人4、どっちが上かいずれ決めようじゃねえか。ジャン。はっ。
こいちびども、格の違いを教えてやるぜ。世代交代にはまだ早いぜ。ゴジラ、ウィン。チビども、これが俺たちのフュージョンだ。参考になったか？いっぱい練習したからね。フュージョン対決なら負けないよ。ゴーテックス、ウィン。うひょ、俺たち宇宙最強の親子だぜ。ジャン！さあて、さっさと終わらせるか。失礼して支配する。つまり俺は君になるんだ。そんなサイヤザルが合体したところで俺の敵ではない。いやあ、聞いた聞いた、すげえ気持ちよかったぜ。もうちょっとやるかと思ったのによ。ゴジラ、ウィン。まあ気を落とすなよ。俺を相手によくやった方だぜ。銀河サイヤザルの合体か。確かになかなかの実力だ。だが進化したツフル人であるこの俺にはかなうまい。フュージョン！懐かしいやつが出てきたな。いつもと様子が違うようですが、あれもスーパーサイヤ人なのでしょうか？まさかフリーザが復活してるとはな。あの野郎、少しは地獄で反省したのか？ジャン！怪我する前にちゃんと降参しろよ。おいおい、俺相手にそこまでやるか？もう少し加減した方が良かったか？ゴジラ、ウィン。さあ次だ。トロトロやってんじゃねえよ。フォローありがとうよ、クリリン。次もその調子で頼むぜ。ケルゴ、カリフラだ。ケフラ、面白い。どっちの合体が上か勝負といこうぜ。あったな。ゴジラ、ウィン。お前もポタラじゃなくてフュージョンを試してみればどうだ？ほらどうした？気合が足りねえぞ。頼むからちゃんと手加減してくれよ。あったな。ゴジラ、ウィン。どうしたヤムチャ、俺の尻尾が気になるか？安心しろ、別に大猿になったりはしねえよ。もう
ちょっとやるかと思ったのによ。ゴジラ！ゴザルの力を人の姿のまま引き出しているのか。俺の力に近いかもな。懐かしいやつが出てきたな。まずお前から血祭りにあげてやる。今の俺はカカロットじゃねえ。だからそう睨むなよ、ブロリー。怪我する前にちゃんと降参しろよ。どうじゃ、かっこいいじゃろ。合体か。確かにすごいもんじゃが、勝敗はやってみんとわからんぞ。もう少し加減した方がよかったか。ゴジラウィン、フージョン。父親の威厳ってのを見せてやる。来ないのか。ならこっちから行くぞ。世代交代にはまだ早いぜ。ゴジラウィン。おいおい、ご飯、動きが鈍ってるんじゃないか。俺が鍛え直してやろうか。さて、フュージョンか。楽しませてもらえそうだね。やる気なくなっちゃった。勝負あったな。ゴジラウィン。いやあ、聞いた聞いた。すげえ気持ちよかったぜ。合体だと？くだらん。もうちょっと本気でやってほしいな。これじゃあフュージョンした甲斐がない。手合わせといくか、ピッコロ。やるだけやってみるか。また助けられちまったな、ピッコロ。本当に頼りになるやつだぜ、お前はよ。驚いたな、お前たち合体できるのか。どうも俺の知っている17号とは違うらしいな。手を貸してくれてありがとうよ。さて、さっさと終わらせるか。さあ、かかってきやがれ。勝負あったな。ゴジラ！ウィン！